昨日午後3時半ごろ、JR 郡山駅のホームにある2階建ての建物で火事がありました。この火事によるけが人はいませんでしたが、JR 郡山駅発着のすべての在来線が一時運転を見合わせ、乗客およそ2750人に影響が出ました。消防と警察で実況見分を行ったところ、建物1階にある塗料管などの資材を置く物置の焼け方が激しく、この物置付近が火元とみられることが分かりました。付近には電気が通っている配線以外に火の気はなく、警察と消防では火事の詳しい原因を調べています。